はい、オートパーラー塩田さん来ました。ここですね、今ちょっとですね、なんか作業中なので、ちょっとうどんそば自販機のとこだから取っていいっていうことだったので、今からちょっと食べに行きたいと思います。はい、中入ってきました。はい、天ぷらそば天ぷらうどん300円ですね。で、あとこちらが、激麺ワンタン麺、あとカップヌードル、シーフードヌードルとカップヌードル味噌、チリトマヌードルですね。はい、じゃあちょっとここのですね、富士電機製の自販機500円使いますんでね、入れましょう。で、天ぷらうどんをちょっといただきたいと思います。これでやってみますね。はい、はい、ミキシーが出ました。ちょっとお金取りまして、はい、でマニキシーがずーっとやっております。ちょっと動かしますですね。今ですね、バーガー自販機ちょっとですね修理中みたいです。はい、あ、出てきました、出てきましたよ。はい、湯気がたっぷり出てますね。ちょっと失礼して、よいしょ。そこはあの筒がいっぱいになったら、薬味唐辛子と刺しをいただきます。よいしょ。はい、じゃあちょっと一旦ちょっと切らさせてもらいます。この風景ですね、ちょっとあっちは、ね、作業されてるんでちょっと取れないんで、じゃあ今からいただく準備します。いただきます。今日は七味唐辛子ですね。七味をつけます。はい、今ですね、向こうに直してますんでね、こんな感じでどっさりとですね、ネギと、あとは人参とかどっさり入っている天ぷらですね。ちょっと待ってください、やってみます。はい、はい、じゃあ500円玉、ま、お金まだあるんですか。今、これがだからさっきのハンバーガー自販機が壊れてるみたいなのでね、直してるみたいなんで、遠隔でですね、テレビ電話で直してらっしゃいます。500円をでは、いただきます。今、受け入れは点灯してるから大丈夫ですよね。500円入れます。いいですか。あ、はい、反応しました。反応はしたけど、うん、これが出るかどうかでしょ、うん、問題は。あ、点滅でしたよ。返却できた。返却できたよ。お客様に返却できたよ。お客様に直していただきました。よかった。よかったですね。でも全部やってみますね、今ね。あるの。表から入れてみてください。1枚だけ入れて。いいですか。こんな感じですね。あ、ありました。はい。次もう1枚入れてください。これ1枚入れちゃっていい。いいです、いいです。入れて。あ、1000円になります。では返却しますね。はい、うん、あ、出ました。出ました。相沢さん、治ったよ。相沢さんらしいのですね。あ、そうか。でもとりあえずは大丈夫みたい。うん、そうだろうね。なんかお金を詰まって直してるみたいですね。とりあえず、今ですね、とりあえずこれでやってみます。よし、うん、あ、ゴミか。うん、うん、こんな感じですね。紙入ってないよね。あ、前の人なんだ。今度、もう一回やってみます。じゃあもう一回試験します。はい、出た。じゃあこっちで買わないの。はい、返却お願いします。いや、します。はい、出ました。はい、お
で変化する。そっちで変化してください。あ、出た。相田さん、今のところ大丈夫そうです。ああ、もうお客様に本当にご迷惑かけちゃった。でも、とりあえずこれで様子見てみます。はい。ではですね、今ハンバーガージャンキーちょっと直していらっしゃいますけども、私は天ぷらおそばちょっといただきました。どうもお疲れ様でした。とっても美味しかったです。